まずドライイーストの予備発酵をします。40度ほどのぬるま湯を 148g 用意します。必ず触ってみて熱くないかチェックしてください。熱いと酵母が弱ってしまいます。ドライイースト 3g と砂糖 1g を入れてよく混ぜます。混ざったら室温に5分放置すれば OK です。はい、5分経ったので粉類を測っていきます。強力粉 130g、 薄力粉 80g、 塩 3.5g、 砂糖 8g を入れてひとまとまりにします。粉っぽいところがなくなるまでよく混ぜてください。で、今回の生地は手のひら全体で混ぜるのではなくて指先だけを使ってぐるぐる混ぜていくとベタベタしなくてやりやすいです。最初は粉っぽいような感じがするんですが、混ぜていくうちにだんだんとベタっとした状態に変化してきます。はい、こちらが混ざった後の状態です。ベタベタとしていてとっても柔らかい生地なんですが、これで OK なので安心してください。手をきれいにします。周りに広がった生地も集めます。ヘラで少し平らにならしておきます。熱を均等に行き渡らせるためです。はい、こんなもんで OK です。レンジ 600W で10秒チンします。はい、そしたらヘラで外から中央に折りたたんでいきます。だいたい2周ほどやれば OK です。で、結構柔らかい生地なので折りたたむのが難しいとは思うんですが、もう適当で OK です。もうなんとなく折りたたむような動作をしておいていただければそれで十分です。はい、こんなもんで OK です。あとは先ほどと同じように外から中央に折りたたみながら丸めていきます。こうすることで表面が張った感じになるのでガス保持力がアップして、この後の一次発酵でしっかりとガスを溜め込むことができます。はい、OK です。ラップをします。レンジ 600W で10秒チンします。はい、加熱ができたら扉を開けずにそのままレンジ庫内に15分放置します。その間に具材の準備をしておきます。玉ねぎ 40g ほどは薄切りにします。はい、で、さらにもう半分にカットします。こんな感じです。ロングベーコンは6枚出しておきます。はい、15分経ちました。これで一次発酵が完了になります。少しふっくらとしています。生地の表面に打ち粉をまぶします。まな板にもしっかりと打ち粉をなじませておきます。こんな感じでボウルの底にグッグと指を入れ込みながら少しずつ生地を剥がして取り出します。こんな感じです。
ベタつくので両面に粉をまぶしておきます。手でグッグッと押さえながら大きめの長方形に伸ばしていきます。はい、一次発酵後の生地はとても緩んだ状態で伸びがすごくいいので、手で伸ばすだけでも十分に伸びてくれると思います。角もこんな感じで優しく伸ばしてあげます。はい、大きさの目安は大人の手が3つ分余裕で入るくらいの大きさです。そしたら三つ折りにします。この時にこの角のところと、あとはこのひだのところを揃えておくと綺麗になります。横長に置いて再び長方形に伸ばしていきます。先ほどよりは少し小さめの長方形に伸ばします。はい、で綿棒を当てる時のコツは真ん中から外に向かって伸ばすことです。真ん中から上、真ん中から下、真ん中から右、真ん中から左っていうように真ん中から外に向けて当てていくと綺麗に均等に伸ばせます。はい、大きさの目安は手を3つ並べた時に手が少しはみ出るくらいの大きさです。先ほどより一回りほど小さめの長方形に伸ばします。もう一度三つ折りにします。この時もこの角のところとひだのところを揃えておくと綺麗です。もう一度横長に置きます。ひだのところが左右に来ている状態です。最終伸ばしをしていきます。横が26センチ、縦が15センチほどまで伸ばします。もう大体で大丈夫です。厚みもなるべく均一にするようなイメージで綿棒を当てていくといいです。はい、伸ばしたら6等分に下書きをしていきます。切るときは押し切るようにして切っていきます。はい、ちょっとまな板が狭いので一旦こちらに移動させておきます。はい、では成形していきます。断面のところが結構ベタつくのでしっかりと粉をつけておいて、でまずは縦方向をしっかり伸ばしておきます。その後横を軽く伸ばして、でベーコンの端と端を生地に合わせます。でこのようにトン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 と伸ばして、であとはこんな感じで生地を閉じていきます。奥の生地を中にちょっと折りたたむような感じで、表面を張らせるようなイメージでしっかりとつまんでいきます。閉じ目が底に来るように鉄板に置きます。はい、断面のところにしっかりと粉をつけておいて、で縦方向をしっかりと最初に伸ばしておいて、で横を軽く伸ばします。ベーコンの端と端を生地に合わせてトン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 と伸ばします。でこんな感じで奥を折りたたむような感じで生地をしっかりとつまんで閉じていきます。表面をちょっと張らせるようなイメージです。でしっかりつまんで閉じたら、閉じ目が底に来るようにして鉄板に置きます。はい、成形が終わったらオーブンは空の状態で予熱温度180度2分でスタートをします。でもし予熱の時間が設定できないオーブンの場合は、予熱を180度設定にしてスタートを押していただいて、2分後にスイッチをオフにしていただければ OK です。はい、その間に表面に少し粉をつけておいて、包丁で切り込みを1本入れていきます。この時のコツはもうためらわずに横にスッと思いっきり切り込みを入れることです。ためらいながらやると引きつったりとかするので、もう思いっきりシューッとやっちゃった方がいいです。カットしておいた玉ねぎを
この切り込みのところに載せていきます。はい、こんな感じです。はい、庫内に手を入れてみて中が温かくなっていたら生地を入れます。で、もし手を入れた時に明らかに熱いっていう風に感じた時は少しこんな感じで中の熱を逃がしてあげてください。すぐに庫内の温度が下がりますので、そしたら生地を入れてください。このままスイッチはオフの状態で10分放置します。二次発酵です。